は、その分の浮いた予算を、中学校、給食無料、小学校給食無料、などの別の子育て支援に回すことができます。小松市はこの春から、いよいよ中学校の給食費無料に踏み切ります。こういうふうに、新たな子育て支援に回すことができます。それを何とかこの選挙で勝ち取っていきたいと思っております。もう一つは、子どもたちに少人数学級をプレゼントいたします。国は5年かけて小学校35人学級にいたしますと返事をしました。これはコロナの中で奇数と偶数番号半数ずつ登校したのは、少人数密をかけて登校したのはとても良かった。子どもたちにゆったりと勉強を教えたり、子どもの顔色を見て先生が話をできる、本当にいいということで、一気に運動が広まり、署名が広まり、文科省を動かしました。しかし、5年も待ってはいられません。前倒しして、小学校35人学級、さらには中学校も35人、県独自で、さらに30人学級、私は実現していきたいと思います。これ、ぜひ子どもたちにプレゼントをしていきます。子どもたちは未来の石川県を作ります。皆さん、大人の仕事として、子どもたち、豊かな教育と、病気をしても、すぐ病院へ行ける、そういう子育て支援、作っていこうではありませんか。2番目の約束